清盛神社から橋を渡ってまた皆さんがあんまり行かないところに行こうと思ってます。大体行かないだろうと思うんですけど、ここはね、水族館の先に一つ神社があるんですよ。大元神社の神社。読み方がね難しいですよね。大元っていう読む場合と大元と読む場合とか、あとあの濁点なのか濁点がないのかとかね、あと浅間神社と読む場合と浅間神社と読む場合と難しいです。お水族館は行かないんですけど、水族館の脇を越えて本神社なんで、あとはもっとねゆっくりしていけばこうロープウェイに上がってみたいところなんですけど、なかなかそこまで時間が取れないというのが、1億円ぐらいもらえる YouTuber だったらもう自由気ままにいけると思うんですけど、そんなわけないんで。でもなんかこうやってこう、面白おかしく作ってるわけじゃないんで、3年後、10年後、20年後見ても見れるかな、みたいな。NHK みたいな。そうね。もう 4K で撮ってるからね、多分、あの、フル HD とか、その HD モードで撮ってないので、いつ見ても、そんなに画質が悪いっていう風には感じないレベルでいけてると思うんですけどね。ルイさんとかとたまに話すんですけど、最初から見たら多分ずっと見てももう1年ぐらいかかりますよねって言われてますよ。まあそうだなと思いながら、やり続けることの難しさっていうのはありますね。でも私は多分ね、神社しか撮ってないんで、神社は頑張っても一生かかっても全部はいけないから、だから、ね、基本エンドレスなんですよね。で、まあ行くところ、毎年行くところもあるし、もう多分生涯行かないところもあるんで、でも毎回毎回思うのは、毎回毎回きっと同じ絵は撮れないんです。こういう動物もこの辺にいるとかね、鹿さんがこの辺にいるとかいうのも、あまり、いつもここにいるわけじゃないし、で天候もそうですよね。天候もいつも晴れなわけはないんですけど、あんまり雨の日はないですね。ただし面白いことに、雨の日、まあゴールデンウィーク中全部っていうのはさすがにないですけど、公園ってなってるから、ね、神社を紹介しないので、神社を紹介しましょうっていう感じですけど、でも結構立派な神社なんですよ、この大本神社。皆さん気づかないんですよ、公園ってなっちゃってるから。